寿司三昧が儲かってるのはガリの流通を抑えてるからって誰か言ってたけど本当いやいやいや、あのー、あの人はもともと自衛隊なんですよ<う>社長は<う>あの体格なので築地清村あの人しかも自衛隊の航空自衛隊だったんですよんあの人パイロット目指してたんですよ <laughs> あパイロットにはなってないパイロットになっ <laughs> 行ってはいないかなななかかか訓練中になんか怪我したのかなそ,かそれで退役して、うん、それでなんかその世界中を回ってなんか珍しい魚を捕まえてくるみたいなことやったりとか、うん、それで築地の関係者と仲良くなって築地の昼間あ朝とか昼はにぎわってんだけど夜はもう本当にあのシャッター街みたいになって寂しいからでも銀座から近いから商売できるんじゃないかっつって。うん やってく金村さんやってくださいって言われてやったんですよ。なるほど。で、質安街一号店オープンしたら、うん、めっちゃ大盛況で、うん、あの要は銀座で働いてた。 深夜まで働いてたサラリーマンが来てその後来て食ってたりとかあ<ー>銀座の,あのアフターで来たりとかみたいな感じになって大成功したんでドミナント出店をしたんですでもシャッター街になっちゃうとどこでも開いてるから、うん、10店舗ぐらいあるんですあそこに炊事三昧って <laughs> あっあるかもあるかもそうなんですよだからそういうふうにして出店したっていうのが元になってあじゃあガリ押さえてるってのは違ううんガリは関係ないと思いますね関係ないのか全、まあ、僕あのえっ、ー、とあそこえっ、ー、と あの店が。